嚟，搞掂埋嗰四个召唤印章啊！咁又特别怪，头先呢度揾啲法到嘅喺呢度啊，结晶魔杖啊！我、啊、操，头先咪打过咯。 好似硬嗰啲喎，又38咧，哇！比我想象中要硬嘅呢只嘢。唉，明明我仲高级过佢啊！要求回复你自己攞药回啦！你见到我依家喺度打紧，你唔系谂住我去帮你用到药啊？搞嘢嘅真系～ 哇，搞掂啦！超级硬啊，真系唔系讲笑，劈石头咁啊！先啊，两条路啊！ 哦，揾到啦！呢度又有个舐食者，哇！呢只好简单下嘅啫喎，咁样啊，加埋佢，加埋佢啦，嚟啊嚟嚟嚟！ 火之召唤印，又系龟啊！喂，呢只50咧，前面好似已经打过一只噶啦，依家呢只应该更加硬啊！哦，真系唔好想打呢啲咁样嘅硬怪啊！ 哇！哇！危险！危险！危险！等等等等等等！哦，我关埋添，系得唔好打啦，诶，太浪费时间啦，系咪先？ 翻生咗佢，好走啊！快啲，起身，起身，起身，走啦，走啦，唉，啊，乖女啊，乖女，唔好打啦吓！我揾到啦，仲有一个，我靠，大蟹怪！ 喂，横拖，哇，佢都要反击嘅。 不过啲攻击模式貌似同之前嗰啲蟹冇乜分别。
唉，搞掂晒啦。又要翻城镇啦，唔好啩？啊，即系要翻去啦。これで今日ここに集まる人は全員かな。では、これよりプレミアちゃんのクエストについての報告会議を行います。よっ、待ってました。へえ、なんかすっごい様になってる。アークソフィアでボス攻略会議を取り仕切っていた時のアスナさんを思い起こしますね。ママかっこいいです。まったく、アスナで遊びすぎよみんな。さて、プレミアちゃんのクエスト情報なんだけど、みんないくつか手に入ったのよね。僕の見つけた情報はね、祈りの神殿って場所。なんでも女神が祈りを捧げていたとされる神殿が大陸のどこかにあるんだって。へえ、女神の話が出てきたんだ。祈りっていうのもプレミアちゃんに関係ありそうだし、神殿について調べていけばクエストにたどり着けるかも。確かに可能性は高いな。私たちは古い国の地図を発見しました。って言っても地図のアイテムとかじゃないのよね。村の宿屋に何気なしに貼ってあったんです。持ち出すことができなかったのでメモしてきました。リズさんがもうずがれだ、休みだいって言い出さなければ見つかりませんでした。こら、そういう余計な情報はいらないわよ。リズ、ナイス休憩。あんた、バカにしてんでしょ。でもこれで聖石を祀っている場所のヒントにつながるんじゃないかな。今の話、私とアスナが調べた話と合わせれば目的地に結びつくかも。どういうことだ。私とシノノンとで NPC 相手に女神とか聖石の話を聞いて回ったの。大昔この大陸では聖石が力の象徴とされて奪い合いが起きていたらしいわ。ゲームの設定とはいえ、女神が人のためにもたらしたものなのに、なんか悲しいよね。だからあの手この手で聖石を隠したんですって。それで聖石のある場所が洞窟の中だったりするのか。その隠し場所の一つとされる情報を手に入れてきたってわけ。リズたちが見つけてくれた昔の地図と照らし合わせれば大まかな場所がわかるかも。闇雲にクエストを探すよりはるかに効率が良さそうだな。それにしてもプレミアさんのクエストはどんどん話の規模が広がっていきますね。すごいなプレミアちゃん。なんたって女神様ですもんね。それにしてももともとはどんな性格をしていたのかしらね。おおほほ、女神様とお呼びなさいとかですかね。あんた
それは女王様でしょうが。元の性格はわからないけど、最近のプレミアちゃんって出会った時とは雰囲気が違うよね。なんていうのかな、温かい感じがする。わかるな、その例え。表情が豊かになったというか、元気が出てきたというか。確かに俺もそう思うことがあるよ。じゃあもっと元気になってもらうためにもクエストを進めてあげなきゃね。だな。みんなで集めたヒントをもとに攻略を進めてみるよ。嗰个传送嗰个装置唔系翻翻城镇嘅咩？个翻城镇嗰个装置嚟嘅啫嘛，唔通嗰个装置特别啲啊？可以传去第二度啊？系咧，啲传送石嚟啊嘛！突然之间又多咗咁多知识，睇埋阿斯亚嗰个先啦，系商店街啊，就喺出面啊。よ、アスナ。おい、アスナ。なんだ、キリト君か。びっくりした。なんだよ、考え事か。勇気を探していたの。もうすぐテストだから勉強をしようと思って。追い込みの時期か。でもまだそんなに焦らなくても大丈夫だろ。一夜漬けのタイプ？それじゃあテストはできたとしても頭に残らないよ。その通りなんだよな。テストが終わった瞬間からいろいろ忘れていくよ。あ、それより勇気のことだよな。一緒に探そうか。でもいいって、アスナが心配そうな顔をしているからさ。私そんな顔してた？ああ、二人の方が早く見つかるかもしれないしな。うん、わかった。なかなか見つからないな。なあ、アスナ、何か悩んでいることがあるんじゃないか。え、そんなことないよ。それならいいんだけど、何でも相談に乗るから言ってくれよな。ありがとう、心配してくれて。うん。ああ、向こうにいるの勇気とストレアじゃないか。この花はこっちじゃない？それだとバランスがちょっと変かも。こっちの丸い花を外側に向けたら、それじゃあまたモンスターフラワーになっちゃうよ。モンスターなんかじゃないのに。ごめんごめん。でもだんだん形になってきた気がしない？うん、でももうちょっと綺麗に作りたいな。二人で何やってんだ。あ、行ってみよう、アスナ。うん、戻ろう。え、戻るって？邪魔しちゃ悪いから戻ろう。どうして声をかけなかったんだ？
やっぱりあるんだよな、悩んでいることが。私はそんな。何を我慢しているんだよ。アスナが悩みを抱えているなら、俺はそれを支えてあげたい。強いアスナも弱いアスナも、どっちも俺が支える。この前も思ってたことなんだけどね。私、勇気に負担をかけているんじゃないかなって。ストレアさんと一緒にいる時の勇気はとても楽しそうにしているでしょ。でも私と勉強をしている時の勇気は悩んだり張り詰めた表情をしているの。だからもしかしたら勇気にプレッシャーをかけちゃっているんじゃないかと思って。アスナ。勇気は優しい子だから頑張るって言ってくれるけど、多分そんなこと言ったら勇気は怒ると思うぞ。え？勇気がプローブを返して学校に通えるようになった時、すごく嬉しそうにしていただろ。学校に通うことが叶った今、学ぶことも遊ぶことも全部を本気でやろうとしているんだよ。楽しいだけじゃなく、苦しいこともひっくるめてさ。だから勇気にとってアスナは大きな支えになっているはずだよ。そうなのかな。勇気は何事にも一生懸命だってアスナが言っていたじゃないか。その一生懸命に応えてあげようぜ。うん、ありがとう。やっぱり優しいな君は。心配させちゃってごめんね。私、勇気の支えになる。勇気のこと大好きだから。ああ、はい、どうぞ。アスナは来てる？あ、いたいた。私？うん、アスナにお願いがあるんだ。あのさ、今日も勉強を教えてほしいんだけど、いいかな？最近ちょっと伸び悩んでたんだけど、気分転換もできたから、これからまたバリバリ頑張ろうと思うんだ。え？ほら、大丈夫だろ。うん、そうだね。ん？どうしたの？ちょっと怪しいなあ。あ、もしかしてお邪魔しちゃった？違う、そんなことないよ。それより勉強よね。もちろんいいよ、教えてあげる。やったー、アスナ先生よろしくね。うん、一緒に頑張ろうね勇気。さーて、それじゃあ私はまた差し入れを買ってこようかな。ストレア、アスナはもう大丈夫だよ。うん、見ればわかるよ、さすがだね。心配してくれてありがとうな。やだな、別に私は何もしてないよ。それでもありがとう。じゃあどういたしまして。好啦，咁我可以顺手睇埋佢另外一个啦，仲有个嘅，系啦。おい、アスナ。あ、キリト君。ねえ、そろそろキズメルのクエストを進めに行かない？
封印の聖女を探しに行くってことだよな。もちろん構わないけど。言ったでしょ、もう迷わないって。もちろん本音を言えば寂しいけど、早くキズメルの仲間を助けてあげないと。ああ、そうだな。それじゃあ行こうか。うん。待っていたぞ、二人とも。やっほー、キズメル、封印の聖女を探しに来たよ。元気だな、アスナ。頼りになる。任せて。それじゃ探索を開始しよう。あ、見て、祭壇がある。ここが封印の聖女か。だが一体ここで何をすれば。祭壇にくぼみがあるな。きっとこれは精霊さんたちからもらった結晶をはめるんだろうね。なあ、置いてみよう。青き精霊の結晶がここで、黒き精霊の結晶がここか。あ、一つ足りないね。最初にもらった灰色の精霊の結晶だ。最初にもらった？それはもしや石化の呪いにかけられた私を救うために使ったものか。ああ、私を助けるがためにこの森を救うことができなくなったというのか。キズメル。キズメルの言う通り、もうこのクエスト、この森を救うことはできないのか。いや、そうとは思えない。もしクリアが不能なら、その時点でクエストは失敗となるはず。なあ、森が荒れていくのって妖魔が原因なんだよな。うん、精霊たちはそう言っていたけど。だから精霊たちの力を束ね封印を行ってほしいと、そう訴えていたが。でも妖魔が原因なら封印じゃなく倒してもいいんじゃないか。倒す？そんなことができるのだろうか。倒せるかどうかなら心配してないよ。俺たちなら絶対に勝てる。確かにその方が私たち向きで手っ取り早いかも。そうなったら。なんだ、森の木が動いてる。違う、モンスターだ。ザ・デビリッシュ・トレント。こいつが悪しき樹木の妖魔か。カーソルが真っ赤だね。けど負ける気なんかないだろ。もちろん。キズメル、準備はいい？大丈夫だ、そなたらを信じている。共に戦おう。よし、行くぞ。勝てたみたいだな。はあ、よかった。森の木々がざわめいている。森が元に戻っていっているんだ。確かに重く湿ったような気配が消えた。迷いの森も元に戻ったのかもしれないね。私の仲間たちは。きっと戻っていると思うぜ。会いに行ってみよう。ああ。キズメル様。みんな呪いが解けて。申し訳ありません、
見回り中に木の化け物が襲ってきて、私たちはてっきり自分は死んだものだと思い込んでいました。またこうしてキズメル様にお会いできるとは。本当によかった、みんな。ここにいる人族、いや、私の友人のおかげでこの森は救われた。まさしく勇者。讃えよう、勇者を。人族の勇者、万歳。なんだかちょっと恥ずかしいね。でも本当によかった。ありがとう、そなたらのおかげでみんなを救えた。キリト、アスナ、この恩は決して忘れはしない。俺たちもキズメルに会えて嬉しかった。うん、キズメル。ああ、私もそなたらに出会えて本当によかった。私もだよ。これからも仲間として共に歩んでいこう。うん、キズメル。え？これからも？キズメル、この恩はいくら礼を言っても返しきれない。だからせめてこれからはそなたらの冒険を手助けさせてくれ。それって倒木収集の作業があるが、何、時間はうまく作ってみせるさ。私はこれからもそなたらと共にありたいのだ。キズメル！どうした、アスナ。よかった、お別れじゃなくてよかったよ。お別れ悪いが、私は仲間と簡単に別れなどしないぞ。うん、私も仲間とは絶対に別れない。これからもキズメルと一緒にいられる。 SAO と同じようにもう少しだけ彼女と一緒に冒険ができるんだ。なら今度こそ。どうしたの、キリト君。いや、なんでもないよ。それより今回の一番の報酬はキズメルとのこれからの時間だな。うん、また一緒にたくさん冒険しようね。キズメル、改めてこれからもよろしくな。あ、いつでも待っているぞ、アスナ、キリト。应该都嗰一段落啦，系嘛？系咯，奖杯一弹埋出嚟。诶，咁我哋嗰度有冇得拣过嚟用啊？好似唔见有弹出嚟喎。诶，应该俾我哋用下啊嘛，系咪先？反正都系啊，冇问题得啊。好险我独占咗阿斯啦。诶，讲啲乜嘢啊？啊，好啦，诶，咁啊，呢度分分拍先啊，下一拍继续啦。